とことんやみこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ここのクエストが出てます。デイリーチャレンジの巨大城壁ですね。しかも3です。報酬が、アーティファクトとなってます。ここのアーティファクトは、そう、花火が出ますね。花火の256狙っていきましょう。で、しかも、式地雷も出るんだよね。式地雷は256持ってたんだけども、消えちゃったのよ。なくなった。なので、式地雷でもいいんだけども、まあまあ花火狙いで行きましょうよ。巨大城壁、行ってみましょう。それでは行きますね。今日は久しぶりに、これ、カバンビルドでいきます。で、弓はショート棒系じゃなくて、バブルバースター使っていこうと思います。バブルバースターで、まあ、敵を倒しつつ、さらに、カバンで倒すっていう感じですね。で、矢がね、途中でなくなるかもしれない。うん。でもまあ、それは仕方ない。矢がなくなるっていうのはね、おいおい、いきなりいる。いや、別にね、キャプテン倒さなくていいのよ。倒さなくてもいいんだけども、一応ね、倒していきましょう。しゃ、なんがつく。どうだ、モブ速度かな。ああ、モブ速度、まあまあちょっとめんどくせえけども大丈夫ですね。進みましょう。あ、久しぶりにカバンやったけどさ、うん、いけるもんだね。でも相変わらず攻撃範囲は狭い。昔のほんと半分になりましたね。昔が強すぎたもんね。昔のね、カバンビルドはエグかった。うん。でもまあそれがね、ちょっといい感じに調整されたんでしょう。はいはい。あ、意外と、今回、敵も少なく、道も複雑じゃなく行けそうな感じだね。おいし。オッケーオッケー。いける。え、入れないよ。マジか。え、ここどうしようもない。嘘。うわ、締め出された。マジか。やり直して進んできました。きつい。モブダメージ 170% 増加がついてんのよ。なので、ワンパンで死んじゃうので、装備を変えてます。ウィザーアーマーにしてますね。これなら3発ぐらい耐えれるので、これでいってます。やっぱ、ちょっと無理だった。どうしてもね、ワンパンで死んじゃうんで、ワンパンで死ぬとね、ちょっともう話にならないんだよね。し、多分タイレンとかで吸われても死ぬしね。やっぱこういう耐久力のあるやつじゃないと、厳しいわ。あー、これ横にいるなー。多分この先いそうだなー。まあ行くか。行かなくていいんだけどね。ん、あ、いるわ。いますわー。本当に極力行きたくはない。でも取ろう。あと神秘があと2つあるのか。もう最悪のやつが来てくれなければいいんだけどね。これ最悪なやつが来たらもう積むよ。もう影突に最後変えないとクリアできないかもしんない、まあ、とりあえず今のところはまだギリいける。うん、今のところはまだギリやね。なのでこのまんま、あ、うえー、ワンパンで死ぬの、お前の攻撃。うっそ、嘘、キャプテンの攻撃ワンパンかい。厳しいなぁ。そうね。ポーションバリア使って45万のダメージだから、さ、死ぬわな。いった、本当に。よし、で、脅威3。え？ん？いるのこれ。いや、いないな、多分。あ、いないわ。あー、じゃあ先進みます。よかったー。あ、この奥いそうだなー。い
そうな気がするな。いや、いないか。あ、いないわ。あ、うんうん、いない。となると奥か。いや、ちょっと待って、ここの強制戦闘厳しいな。厳しそうだな。やっぱりあのね、ツーパンで死ぬのよ。ツーパンで死んじゃうので、うーん、これ厳しい。ある程度逃げながら戦っ、あっ、危ねえ。行くしかないね。敵の HP ね、上がってないんだけど、脅威で上がって、ちょっと厳しいね。なかなか倒せない。これ敵の HP が 90% アップとかそういうのが来たら、済むかもしんないね。オッケー。とりあえず行けました。おい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 。とりあえず、敵をね、後ろの方に残していってしまうと、挟まれて死んじゃうんよね。だから、敵は残さず倒しましょう。残さず食べようね。よし、オッケー。危ない。あ、で、ここか。洞窟内があるタイプか。いやー、厳しいな。ちょっと待て、ちょっと待て。ポーションバリアないとこう死ぬ。ポーションバリアで突っ込まんとここは死ぬね。よし、行くぞ。お、ちょっと待って、あ、トゲ変更、マジか。トゲ変更がついてる。やばい。あ、でも倒した、倒した。あ、よかったよかった。カバンビルドのあの、炎ダメージで、倒せたっぽいね。あぶなー。え、これクリアできるかな。まあまあ、もうちょいだけどね。もうちょい。ちょっと頑張っていきましょう。ちょっと、やけどやめて。やけどと、おいおいおい、これやばい。あと一回死ぬと終わりなんで。やばいね。やけどと、霊気があって動きにくい。よし。オッケー。やけどダメージでももう瀕死になるからね。いけるか。いや、もうちょいか。勝てーなー。カッチカチだ。オッケー、行きましょう。マジで注意していかないと死んでしまう。あとキャプテンもた、あー、キャプテンが出るのか。ここキャプテンかー。嫌な敵だなー。あー、そこだわ、そこだわ。あそこの強制戦闘のここで、あ、違う、もうちょっと先か。おいおいおい、いけっかなこれ。ポーションバリア使って、もう敵の集合してるところに突っ込んでいくタイプじゃないとこれ無理だな。そうか、ここだったか。めちゃくちゃやりにくい場所。この先キャプテンいるんだよな。2体ともいるわ。突っ込みましょう。行くぞ。いやー、これ勝て。やばい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 、あぶね。これはちょっと耐久戦で行くしかないね。オッケー、変なのつくなよ。うーわ、最悪、最悪だ。嘘でしょ。ちょっと待って、あのね、これは無理。ツーパンで死ぬから無理なので、ちょっとね、影突に変えます。いや、むしろ影突でも厳しいかな。でもクリアできるとしたら、これはね、もう影突しかないよ。これちょっと影突に変えさせて。無理。これでいいか。で、弓は、バーストボーストリングがつかない方がいいっすね。ないな。バーストボーストリングがだいたいついてるもんな。いいか、羽ぴょんしないように羽を抜けていけばいいや。で、これで、んで、あと二つ、ドラと、キノコかなあ。いや、待て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 。カバンでいいや。うん。ちょっと待ってね。連射器を元に戻して OK。
できる限りカバンで、いや倒せないか、カバンダメージじゃちょっと倒せないか、あぶね、危ない危ない死ぬぞ、早く影化しないとこれ死んじゃう、オッケー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 、やばいやばい、あえ、旗を取らずに普通に来ました。うん、やっぱ報酬はね取りたいからね、普通に来てます。いや、あの状態で行ってもね多分無理だったわ、ここのキャプテンにはちょっと勝てなかったと思う。うん、しかもこのキャプテン、ここさ、あのエンチャントついて出てくる時があるでしょ。いや、ついてるし、変更ついてるし、本当に待て待て、変更ついて出てくるな、本当にやめてくれ、もうこっから倒すしかないじゃん、どうしようもないわ。あー、嘘、え、重力パルスついてる、重力パルスかい、そりゃ死ぬわ、ちょっと待って、無理無理、今のようなやつらが出てきたら無理でしょ。うん、しかも脅威で HP 増えてたら減らせないもんね。いやいやいや、まあまあいいや、とりあえず報酬は期待しときましょう。お願い、確率は3分の1よ、3分の1。花火かバジーネストか地雷、お願い、花火お願いお願い、うーわ一番いらんやつ。はい、ということで戻ってきました。花火はいつ出るのか、あー、ちょっとリセットしてやり直そうかな、やり直しましょうかね。はい、まあ、とりあえず、バジーネスト一番の大外れでしたね。で、カバンビルドするのであれば、HP が、263がいいかな。251だと、ちょっとこの攻撃範囲じゃ、やられちゃいます。はい。やっぱりタワーは何回か行かなきゃいけませんね。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。